明けましておめでとう。大抵新しい年の予定を作らないけど、このビデオの目的で新しい年の予定を作る。新しい年の予定のことわからない人の目的で、私は新しい年の予定とか目的を説明をしてみる。じゃあ、米国で前新しい年の時は、新しい予定を作って最初で、だから新しい年の時間はその予定を果たせてみる。今日私は私は三つの予定を喋って、この三つの予定の方が重要と思う。一番、今年外国語をもっと習いたい。特に日本語と米国の合図語です。日本語の練習のためにたくさん日本語を読んで、みつは私の店をに行って、他の日本人と日本語で喋って、みつはの本やをで日本語も使う。米国の合図語のために YouTube を使って合図をリピートをやってみる。言葉を頑張っている。2番、2番の予定は新しい人に会いたい。来学期、新しい大学に行っていっぱい面白くて新しい学生がいるから、他の友達をに作りたい。楽しみにしている。楽しみにしている。3番、最後の予定は私の職業のために全部の習うことの後期をにできられる。たくさん後期をつかまなければならない。だからこの任務をとても大事な任務と思う。もう一度明けましておめでとうございます。